モノ大学の農学部1年生。今は藤教授の講義中。私がこの大学を選んだのは藤教授に憧れたからなんだ。この美しいフォルムの成り立ちには次のような歴史があって、私も藤教授の研究室に入って持ち株の研究したいな。そのためにはいい成績を取らないと。ねえねえソラ、わさびまだ来てないの？あ、うん、そうみたい。先週も遅刻してたのに大丈夫なのかしらね。あ、噂をすれば。どれどれ、ちょ、久々勝手に。今日は最から午前の講義休む、大変しといてですって。全くだらしないやつね、モキュンスタッフ部長。今はとにかく講義に集中しなきゃ。30分後。それでは今日の講義はここまで。次回は持ち株の育成と日光の関係について。朝一の講義はニム部長、ニル部長。あ、そら、おはよう。大変しといてくれた。あら、わさび遅いよ。大変なんてできないって。ちゃんと自分で講義出なよ。せっかく頼んだのに、もうこの講義休めないじゃん。わさびは大学で仲良くなった友達なんだけど、少々、いや、かなりルーズなところがある。そら、ひどい人でなし。そんなこと言うなら今日の講義のノート見せないよ。見せてくれんの？わー、さっきの嘘嘘。神様、仏様、空様。たく、調子いいんだから。その日のお昼。うわ、どうしたの、空、寝不足？昨日持ち株生理学のレポート書いてて、締め切りギリギリだったけど、今朝提出できてよかったよ。締め切り今日だっけ？まだ終わってないもんぜ。はぁ、締め切りの17時まで4時間くらいしかないわよ。早くやろうよ、わさび。私が図書館で借りた資料まだ持ってるからさ。ほんといいの？早く食べてレポート始めるよ。ありがとう、さすが空、助かる。この子最初から空を当てにしてるわね。4時間後終わった。それじゃあ提出してくるね。急いでね、わさび。あのさ、ソラ、なんであいつにそこまでするのよ。放っておけばいいじゃん。わさびは入学式の時に友達がいなくて一人でいた私に話しかけてくれたんだ。それが嬉しくて。だから私も助けてあげたいの。わさびったら単位ギリギリでしょ。友達が留年しちゃったら寂しいもん。それにわさびってちょっと抜けてるっていうか、同い年だけど妹みたいで、なおさら放っておけなくて。そららしいわね。でもあんまり甘やかしちゃダメだからね。その数日後のこと。お邪魔します。どうぞ。それにしてもわさびがうちに来たがるなんて珍しいね。あのさ、ちょっとお願いなんだけど、ソラが取ってる講義のノート一回全部貸してくれない？全部？ソラの勉強熱心なとこ、私も見習いたいなと思って。キュルン。わさび、ついに真面目に勉強する気になったんだね。いいよ、休み明けには返してね。ありがとう、ソラ、心の友よ。ところがその翌週。ソラ君、これはどういうことだい？その緻密な株持ちの描写とカッパのスタンプ、それは君の講義ノートのコピーで間違いないね。あ、はい。でもどうしてこれを？どうやらそれが有料で出回ってるみたいでね。ソラ君が売っているのかい？違います、自分のノートを有料でなんて。じゃあ誰かにノートを貸した覚えは？それはまあいい。これは教員が見つけ次第厳重注意をして回収しているが、このままでは真面目に講義を受けない生徒が増えてしまう。くれぐれもノートの扱いには気をつけなさい。はい、申し訳ありませんでした。何よそれ、絶対わさびの仕業じゃない。どうしよう、これで藤教授の研究室に入れなくなっちゃったら。わさびをかばう必要なんかないのよ。早くあいつを探して疑いを晴らしましょう。その頃。お前がおごってくれるなんて珍しいな。なーに、バイトでも始めたのか？ふふふ、実は各々しかじかわさわさでせ。おいおい、友達の講義ノート売ったのかよ。そいつに迷惑かかるんじゃねえ。大丈夫大丈夫、あの子超絶お人よしだから、バレても許してくれるって。くっそ真面目なだけの優等生はうまく利用してやんなきゃ。だるい講義は空に任せときゃいいの。あのな、お前またそんなことやってると今年も。ひどいよわさび。けー、空、私のことそんな風に思ってたなんて。めめめめんご、やだな、もう冗談だよ。泣かなかったっていいじゃん、大げさだな。ちゃんと謝りなさいよ。空のこと傷つけた自覚あんの？もういいよ、わさびには二度とノート見せないから。行こう、サメ、次の講義始まっちゃう。ソラ、わさびを甘やかしてた私もバカだった。きっと友達でいられるのもこれっきり。ボワシャボワー、ごいじゃわー。手普通に隣に座ってる、しかも爆睡してる。全く懲りてないみたいね。ソラ、もう甘やかしちゃダメだからね。それから時は流れ。ねえ、来て、スタチュー、お静かに。よし、講義にもちゃんと出席してたし、睡眠学習もバッチリできたし大丈夫っしょ。それでは始めてください。一問もわからない。そして案の定。ソラ、お願い、待って、持ち株生理学のノート見せて。今度の追試で赤点取ったら留年しちゃう。わさびが講義聞いてないからでしょ。もう他当たってよ。他に友達いないんだもん。私は1週間もの間わさびにノートを狙われて、ものすごい速度で突きまとわられた。何よそれ、全く反省してないじゃない。そうなの、1週間ずっとものすごい速度で突きまとわられて、全然集中して勉強できない。今もどこかで私のこと探してるよ。ここもすぐ見つかっちゃうかも。ふーん、うん、
M 棟までついてきてくれない？いいよ、じゃあ机を片付けて。すぐ戻るし、そのままでいいっしょ。でも M 棟遠いし。いいから、いいから。だから声が大きいって。うるせえ。しゃっ、よっしゃー、それの音ゲットだぜ。ムフフフ、これで今度の通知はバッチリポン。コピーして戻しとけばバレない、バレない。やっぱり持つべきものはどっちの友達よね。数日後、追試中、どんなに絶望しても静かに。また一話もわからにゃーい。なんで空のノートで勉強したのに。はい、そこまで。ペンを置いてください。どうしよう、これで赤点取ったらまた。あら、わさび、追試はどうだった？ひさみ、勝手にノートをコピーしてまで勉強した成果は出せたかしら。なんでそれを。あんたには関係ないじゃない。それが関係あるのよね。あんたがコピー取ったのは空の持ち株生理学のノートじゃなくて、私の持ち株生物学のノートだから。わたー、カッパに釣られて生物学の文字を見逃したわね。なあ、じゃああの時わざと。ひどいじゃない。恨むならどっちの自分を恨みなさいね。てか中身見てもわかんないんでしょうがないわね。おほほほ、どうしよう、もう私には後がないのに。その後、お願いします、太陽ください。不授業中、窓にはめられて通信が止めなかったんです。請求させてください。罠って、そんな言い訳、言いたたたた、やめたまえ。藤教授、先日のノートの件でお話が。あ、そら、え、わさび、どうしてくれんのよ。そらのノートだと思ってたのに。何のこと。あんたが表紙にカッパを書いておかないから。え、カッパ。なるほど、そらくんのノートのコピーを売っていたのは君だったのか。進級の件だが、追試以前の問題のようだな。親御さんもお呼びしてゆっくり話し合おうか。その後、わさびの留年が決まり。わさび、よろしにはしないで。それ以降、わさびは大学に来なくなってしまった。わさび、あれから全然連絡つかなくて、どうしちゃったのかな。引きこもってるんじゃない。アパート行ってみる。おい、お前ら、わさびのこと探してるのか。あ、あの時の2年のテツさん、よろしく。先輩だったんだ。テツ先輩はわさびが今どうしてるか知ってます？わさびならもう退学してアパートも引き払ったぞ。退学？2回も留年すりゃ親御さんにもお目玉くらうわな。カッカッカッカ。2回留年って。わさびは俺と同学年だからな。1年目の時に講義サボりすぎて留年したんだよ。でも私、わさびとは入学式で会って。1年の友達を作るために潜入したのさ。それも講義のノートを借りるためでしょうね。なんかどんまい。妹みたいって思ってたのに、まさか年上だったとは。友達の好意を利用してたんだもの。退学も自業自得よね。自業自得。